全キャラ一曲やっていきたいと思います。本日はロゼッタ剣かっこ3回目やっていきたいと思います。いきましょう、ここお願いします。さあ、ということで本日もマリオカート8デラックス元気に楽しくやっていきたいと思います。何卒よろしくお願いいたします。ということでですね、もうなんでロゼッタ剣って、ロゼッタ剣ってなんだよっていう話なんですけれども、はい、ということで本日、ロゼッタさんも3回目でございます。もう本当に何度やればいいのこのキャラを。まあ本当にそれでまあ1位取れてるからさ、ちょっとやるんだけどさ、いやマジで難しい、1位取るのが。ここ最近はそう、なんかもうレベルみんな上がってるのかな、それとも俺がただ単に下手になってるのかわかんないんですけれども、はい、もうちょっとね負けないように、切磋琢磨して、ロゼッタさんと一緒にね、今後ともやっていきたいと思います。まあ今後ともっていうかね、今日は1位取ろう、さすがにな、さすがに1位取っちゃおうか。さあ頑張ってみます、よろしくお願いいたしますと。さあ、まあとりあえず1位でいけてるから、あとはこの青コーラじゃないわ、キノコ持ってちょっとちゃんといくだけね、それだけよ。はい、ということでここでちょっとこうやってやっていく。さあ、いいねいいね、悪くないよ、素晴らしいよ、コインも10枚ある、もう素晴らしくない。そしてあとはもう、まあ、ただ単に前に行くだけ、ただそれだけです。そして青コーラ来たら、もう即ね、このキノコで、避けていくというね。もしかしてこれで終わりか。もしかしたらこれでもう1位取れちゃうパターンもあるよ全然。まあそんなところちょっと見ていただきたいと思います。さあ、ちょっとここ最近はもう本当にね、もう出社やら何やらでちょっと体調もね、多少崩したりとかも多々ありますけれども、皆さんね、どうお過ごしでしょうかと。てか間もなくあれだね、クリスマスがね。だからちょっとクリスマスまでに向けてちょっとね、体をまずは仕上げて、そして、なおかつですね、楽しんで、人生を楽しんでいきたいと思います。はい、もう皆さんもぜひね、人生楽しんでください。さあ、ということで今1位いけてる。あともうちょっとね、このまま行こう。このまま何も起きるなよ。絶対何も起きんなよ。これ振りじゃねえからな。これ振りじゃないから。マジで何も起きないんだよね。お願いだから。さあ、ここでちょっと捨ててこう。そしてダブル割っていく。それ何が出るか。うわー、まあ、普通だね。めんどくさくないね。オッケー。さあ、ラストもこのまま行っちゃおう。もう1位行っちゃおう。はい、1位行っちゃって。完璧になっちゃって。神になっちゃって。はい、で、これでこう。そしてダブル取って。そしてラスト、落ちて。はい、もう何も起きません。はい、もうこれが俺の実力です。あざしたー、あざしたー、ちょっと待って、ゴールしろ、いけ、入れ、もう、はい、お返しだー、あぶねー、セーフ、ということで、ありがとうございます、もう完璧だね、1位獲得者、ありがとうございます、久しぶり、坂太郎チャンネル。さあ、ということでですね、ロゼッタちゃんで1位取れたので、そのまま、タヌキマリオで本日行かせていただきたいと思います。行きましょう、へーここー、お願いします。さあ行きましょう。さあ、このタヌマリちゃんね、タヌマリちゃんでどうなのかな、実際ちょっと重いんだよね実際。そうだからちょっとそういうところ、そういうあの特徴があるので、ちょっとどうなるかわかんないんですけれども、まあとりあえず必死にね、やっていきたいと思いますよ。はい、もうちょっとね、とりあえず心コースが正直よくわかりません、はっきり言ってね。そしてあの部屋変えました。はい、さっきはね、さっきは正直言ってあのそんなにね、あのレッド高くなかったんですよ。そうなんですけれども、まあ今のこの部屋はね、正直やばいです。3万レート、2万レート、うじゃうじゃといらっしゃいます。はい、ちょっとここでね、負けないように、頑張っていきたいんですけれども、もう最初からさ、被弾が多いね、最初から被弾が多いのよ、ちょっとそこはね、なんとも言えないところなんですけれども、まあまずはメダル回収しとこう、まあそうやってメダル回収していけばさ、なんかおのずと1位取れる気がするんだよね、勝手ながら。はい、まあそんなところでちょっと歩道を歩きながら、やっていきますよ。はい、ということで10位割れしといて、そしてオッケー、よいしょ、しっかりと、おっと、ちょっとここら辺ダート判定なんだね。オッケー、了解です。了解、道中膝くりげ、オッケー、ちゃんとここ取っていこう。そして9割れ、これで9割れしよう。オッケー、ダブル取って、そして何が出るか、この後さあ、なんだ、何が出るんだ。お、まあなんとも言えねえなこれは。そしてコインはね、しっかり取っておきましょうと。さあ、コイン10枚になっていく。さあ、これでよいしょ、はい、で、あとは、これでちょっと外側1位の、で、これ8割、そして何が出るか。まあ、なんとも言えな、正直なんとも言えないところ。さあ、そんなところで、よいしょ、ちょっと、押さないで、危ない最悪、お前、最悪だな、今の。ひどいね。はい、ということで、まあ、ここ8割して、そして、こっから、どうやって行くんだい。さあ、オッケー、今、いいよ、めっちゃいい、ワンチャンある、ワンチャンこれあるよ、全然、ありよりのあり。さあ、ここで使う。そして雷、これで雷来たら全然ある。どう、雷とか面白ゲーミングない、どうなの、雷とか面白ゲーミングはなさそうな気がすると。さあ、というか激しいね、激しい競り合いになってきた。さあ、ここでジャンピングして、オッケー。さあ、これで、よいしょ、1個使っちゃえ、ナイス、よいしょ、よし、いけ、抜かせ、めっちゃ抜かせ、オッケー、ラスト、待って、落ち着いて、よいしょ、あー、なんだ、俺なの、ちょっと待って、ラスト、よいしょ、
もう坂太郎チャンネル、はい、お願いします。さあ第2レースが、あ、ごめんなさい、第3レースですね、失礼いたしました。第3レースがこちらのコースですね、クッパ城かな、うん、こちらやっていきたいと思います。あ、さあ ちゃんと6位でさあ取っていて、さあここでジャンピング、よいしょ、危ない、バカもう坂太郎チャンネル、はい、お願いします。さあ第3レースか、第3レースぐらいかな、うん、こちらやっていきたいと思います。グラグラ火山でございます。ここのコースで1位取りたいね、うん、ということで やっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあもうここでとりあえずね、このてタヌキマリオ普通に使いやすいんだよね。そう、使いやすいから、あとはちょっと俺のねあれ次第なんだよね、実力次第っていう感じだと思う。うん、ちょっとここは使っていこう。あー待って、危ないね。よし、さあダートを噛むところでしたと。さあだけど意外とうんマジで使いやすいわこの、まあそのなんつうの、このタヌマリとタヌマリとこのなんだろう、パタテンっていうのこのキャラ、うん、素晴らしい。なんで、赤コーラはどこ行った、は意味わかんないんだけど。うん、このパタテンタヌマリのこのセットマジで俺は結構いい感じのなんかあの重さだと思うな。うん、だからちょっとこれからちょっと使っていこうかな、普通にもし何かやるときは。はい、まあそんな感じでちょっと普通にね、ここでまずはとりあえず、うん、ちょっとインを刺して、そして1位がちょっとね離れてるので、そこだけはちょっと気をつけていきたいと思っております。はい、ということでちょっとこれは外側からいこう、あえて外側からいきます。はい、そしておー、なるほど、悪くないね。オッケーオッケーオッケー、そしてちゃんとコインも取る、そして2位になっていく。さあいい感じよ、なかなか。どこにいる、1位は、1位どこにいるんだ、うん、ちょっとわかんないけども、あ、いた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 、オッケー、1位発見しました。さあここでちょっとここしっかりとダブル割っていく、そして何が出るか、ここ、おお、まあ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 悪くはないと。で後ろ、おーっと、それは投げて、うん、あのそれは投げちゃってください。うん、さあ名前わかんないけど、ちょっと危ないな、ちょっと、おお赤コーラ奇跡だろ、うん、さすがに。オッケー、さあシング取って、あーだからなんでお前だ、だからなんで俺、まあ、もうなんで俺の赤コーラをさ、俺の赤コーラでなんでなんで防御できないの、なんで俺の赤コーラ貫通するわけ、もう意味がわかんねえんだけどこのゲーム。さあもうということでダブルあって、あーなるほど、はいはい、どうぞ、今だったらどうぞ、雷今使って、やったナイス。さあここで来ました、さあナイスよ、そしてまさかのここで、よいしょ、さあこれ使っていく、そして何が出るか、これでキノコ、キノコでかい、でかすぎる、でかぶりやすぎる、それはラスト、これでラスト集中、はい、よいしょよいしょ、これが俺です、ありがとう、よいしょ、はいはい、受けちゃう、来た、よっしゃ今日は素晴らしい、いいレースができたね、オッケー、完璧、ピキちゃん、ピキちゃん丸、ありがとうございます、1位獲得した、以上ありがとうございました。